それを送る、節約チャンネル指導する。映像ある？ YouTube で検索しても出てこなかったよ。ダイオライト記念、調教映像見れるとこあったら、ウラル教えてください。これもらおうか。時間ならいくらでもあるから。調教映像ある？だって俺ダイオライト記念2024でも全部調べたし、ダイオライト記念追い切りでも調べたけど、2023年のしか出てこないんだけど。ちょっと待ってね。うららありがとう。そう、なりすまして登録されてこんなんいっぱい届きます。何もらえるんだろう、これ。サプリか。これもらえるみたい。1世帯限定で DHA。 これもらおっか。1ヶ月アンケート答えて。これまた今書く？今書こうか。映像ある？ちょっと待ってね。パソコンでウラルちょっと踏むから、ちょっと待ってくださいね。リスナーさんでもやばいよ。30日まで、リスナーさん、30日まで、もうマジで鬱なんだけど、給料、誰か代わりに給料取りに行ってくれない？マジで。425さん、ありがとう。あ、本当だ。俺、検索しても出てこなかったけどね。22時間前。本当だ。映像見れるね。じゃあ、リスナーさん、今日やっぱやります、ダイオライト記念。本人が行くべき。いや、俺の免許証渡すから、代行人で。本人以外だったら無理かな。それも聞いてきたらよかったけど。いや、行きたくないっていうか、その給料をくれる人が切れてるもんだって。この最初ね、優しかったのにふざけやがって。代行屋だったら赤字になるでしょ。3万円の給料取りに行くのに代行屋だったら赤字になるわ。なんて言われた？もう配信で何回か言ったんだけど、細川くん、早すぎるって言われた。細川くん、早すぎる。3日で辞めるって、そんなんで仕事覚えるわけないでしょって、もうちょっと頑張りなよって言って。で、もう、遠くの現場はね、行かなくていいから、明日から、こっちで来てもらって働いてもいいから、もう一回働いてみないかって言われたんだよ。で、それでも自分はもう、その仕事を覚えられるのだけじゃなくて、いろんな要素を入れて辞めるって決断したから辞めさせていただきますって言ったら、あ、もうね、なんかやる気ない人に言ってもしゃあないからって言って、わかりましたって言われた。で、そっからお給料どうしたらいいですかっていう話したら、お給料3日分もらう気なんですかって言われて、非常識すぎるよって言われて、うちの会社は金ドブに捨ててるようなもんじゃんって言われて、ね、本来だったら自分からいらないですって言うべきことだよって言われて、いや、お給料は、いただかないと困りますって言ったら、結局、まあその間に結構いろいろ話してるんだけど、なんかめっちゃキレ気味で、は本当に来いやって言われて。その言い方されないけど。まあ、録音してよかったもんね。で、何回も言うけど、3日間働いたんだけど、3日間が研修だったらね、安全講習とかね、3日間が研修とか、その会社の、その商品の、なんか、学習する時間に与えられてたんだったらまだわかるんだけど、普通に現場出てさ、バリバリ働いてて、それはないでしょ、ほんま。やばいだろ。いや、もらいに行くよ、そりゃ。ただでさえ気まずいのに、そんなキレてる人からさ、もらいに行くって、30日、マジで行きたくねえわ、俺、ほんま。いや、バリバリ働いてるわ。普通に、これをやっとけ。片手間あるときは、これやっとけって言ってるのは、普通に思いっきりやってるわ。手も爪剥がれるように痛いわ、ほんま。ずっとそれ作業やってて。
そう、もらう権利あるのに、なんでそんな言い方されなきゃいけないの。おかしいだろう。やめて、正解だわ、ほんま。申し訳ないけど。紹介していただいた方にも、申し訳ないけど、こんなとこ働、やめて正解だわ、ほんま。黙ってくれる。いや、一応取りに来いやって言われたから、ローキは行かないよ。ハサミはだから、現場今日、トランシーバー間違えて昨日持って帰っちゃったから、会社のトランシーバー。返すの忘れてて。銀行振り込みはもうできないって言われたら、本当にできないかもしれないから、もうとにかくもう、話したくない、もう会社の人と。振り込みできるのやばくない、ほんま。ちょっと言い方悪い。もうほんま言いたくないけど、給料踏み倒そうとしてるだけじゃん。振り込みもさ、拒否してきてよ。いや、そうだよ。拘束されたし、思いっきりだって俺さ、利益に貢献してるよ、3日間。だってほとんどの時間、自分のさ、手持ちっていうか、与えられた仕事やってて、で、片手間でさ、あ、おいでおいでって言われて、この仕事見といてって言って、見てちょっと覚えてって言って、それで見るだけじゃん。10分とか15分。で、見終わったら自分の仕事戻ってやるんだから、もらう権利あるんだわ。だ、知ってるっつってんだろ、てめえ。うるせえな、400円。いや、できない理由が多分踏み倒したいんじゃないの。手渡しにしてるもん、そんな辞める人多いからじゃないの。辞める人多いって言ってたもん、今日社員さんに。細川さんみたいに言う人多くいてますって言われたもん、今日社員さんに。あの現場行く人にね。結局その人にはトランシーバーとハサミ、会社の備品ね、返さないとまたね、問題あるから。手渡し脱税って、その本当なの。税務署とさ、司法取引するか。俺の税金見逃してほしいから、その会社、税務署行ってくるわ、今日。ラーメン代天引きされてたくさ。いや、それはだって社員さん、関係ない社員さんだから。手数料ケチってるのと脱税目的っしょ。あ、そうなんだ。脱税しやすい。手渡し。38歳。逃げ出したんだろう。給料要求するのに38歳。ちなみに38歳ってあだ名つけられてた。で、おじいちゃんの人は、じいさんとかじいじとか呼ばれてた。働くわけねえとか、そんなとこで。リスナーさん、そんなおかしいですか？一生懸命やっててさ、38歳頑張れっつって、ね、もっと早くできるって言って、38歳とか言っていじってくるんで。リスナーさん、そんなおかしいですか？38歳で正社員さ、目指してさ。そんなおかしい。そんなおかしい。笑えよ。振り込みには登録が必要で手数料かかるのですぐに振り込みできない。だから給料手渡しなんでしょ。わかんない。30日に全員に渡すって言ってたから。だって交通費も出せよな。俺取りに行くのも交通費かかるんだよ。電車賃往復。今日だってお金言わないけど、バレるから、会社の所在地が。長谷、今日灘に行くので、190円かかってるからね、片道。りょうさん、ありがとう。
あの、ガチアンさんとちょっと被ってしまってたらすいません。ガチアンさんも頼んでいただいたんですかね。すいません。ちょっと申し訳ない。りょうさんすいません。ケーキもありがとうございます。すいません。ガチアンさんと被ってたらすいませんね。ガチアンさんとりょうさんだって同じ人じゃないでしょう、絶対。すいません。全部でも美味しくいただきます。田浦さんと食べる。二つ来たら田浦さんと分けていいですか？ガチアンチさんとりょうさん。ガチアンチさんもなんかウーバー頼んでくれるって言ってくれてたから、ほんま申し訳ないです、二人の方。すいません。いいですよ、ありがとう。二つ来たら田浦さんよ。あ、頼んだ。じゃあ田浦さんと食べるわ。田浦さん呼ぼっか。まあ、すいません。りょうさんとガッチャンチさん。いつもありがとうございます。ちなみに永田じゃないからね。永田と永田間違えただけだから。はい、ただいま電話に出ることができません。はい。ピーという発信音の。田浦さん、ちょっとしっかりしてくださいよ。もしもし。もしもし。今の何ですか？ただいま電話に出ることできませんって。どうこれ。送ってますね、すみません。で、田浦さん、あの。リスナーさんからご飯たくさんいただいたんで、朝ごはんまだだったら今から一緒に朝ごはん食べませんか？朝ごはん今食べたけど、朝ごはん次にね、いただきますわ。あ、じゃあ来ます。はい。はい、じゃあ今から行きます。はい。はい。はい。リスナーさん、あの、電話出たらさ、ただいま電話に出ることできませんっていうのがかぶって出てきたんだけど、どういうこと？そんなことある？リスナーさん、腹減ってる。田浦さんは結構量食べるから、食パン1枚だけだったらお腹減ってると思うよ。ありがとうございます。同じマンションに住んでる方ですね。嬉しそうだって。久しぶりだっすね、会うの、田浦さんと。いや、女性の方ではないです。かぶって出てきたのって、携帯壊れてるんじゃないの？え、マックじゃない、ないんですか？ガチェンさん。楽しみにしておきます。時間がね、まだ10時だから、あんまりやってる店はないとは思うんですけど、ほんまありがとうございます。いや、日曜日一緒にやってないよ。日曜日は一人。先週の日曜日は一人で、先々週の日曜会っただけじゃない？田浦さん。いやー、派遣のとこやめるんちゃうかったね、マジで。やっぱリスナーさん、風俗でね、回転する風俗でもよくあるあるだと思うけど、ね、一人目に、まあちょっと可愛い女の子が来て、二人目にめちゃくちゃブサイクが来るって。ね、高望みして次から次によく出したらダメだよ。リスナーさん。自分はそれやっちゃって無職になっちゃった結局。おまけもある、ありがとうございます。まあで、今日はお腹減ってるんで、ほんまに、いっぱい食べたいです。りょうさんとガッチャンさん、ほんまありがとうございます。リスナーさん、これ返せよ！こん時のさ、俺の気持ち返してくれよ！これ。
こん時の俺のさ、気持ち、リスナーさんもすいません。こん時ね、アイテム1万8000円分もらって、ね、就職おめでとうって言って。